ハレリア、こんばんは。ハレリア、こんばんは。アメン、アメン。今日も学びに来ました。北海道では雪が降りました。サマさん、こんばんは。ハレリア、アメン。北海道で初雪ですか、ね、台風の影響で初雪ということでしょう。犬さん、ハレリア、アメン。皆さん、こんばんは。毎晩毎晩、来てくださること、本当に嬉しいです。そして、私たちは、ただ集まるのではなく、集まって、祈ります。集まって礼拝します。集まって、学びます。集まって、交わります。私たちクリスチャンが集まってリバイバルを祈り、そして神の国のために祈ります。私たちはニコ生で放送していますけれども、これは、意味のあることなんです。この放送で学び、毎日成長しています。アメン。皆さんは成長しています。真理を学んでいます。一日一日、変化があります。他の放送を見ても霊的には成長することができませんが、皆さんが御言葉を学ぶときに、成長するのです。霊の体が成長するのです。その神の子として成長するのです。皆さん、半年前の皆さんと今の皆さん、大違いじゃないですか？半年前の皆さんと今、全然違うと思いませんか？全然違いますよね。半年前と今と大違いだと思います。私も成長しています。私は肉体的にはちょっと ロボットがですか、ちっちゃくなってるんですよね。になります。すいません、ちょっと調子悪いですね。今度はどうでしょうか。 OK、 はい。時々ロボット声になります。もうちょっとですね、不調かもしれません。もしあまり不調でしたらちょっとまた買い替えますが、今大丈夫でしょうか。私もですね、肉体的には若干老化しますちょっとだけ老化しますが、しかし私は霊的には成長しています。霊的には成長期です。皆さんも霊的に成長期かもしれません。でもこれからますます成長します。これからますます成長します。皆さんよりも負けないぐらいに成長したいと思います。もし信仰がなければ成長できませんね。その信仰があるから、信仰があるから、成長するんですね。ぜひ皆さん成長しましょう。成長しましょう。そして、信仰によって歩むことによって成長します。リュウさん、ハレリア。信仰によって成長するのです。御言葉を学んで成長するのです。皆さん、この放送に来てですね、みんな成長してるんです。もし、信仰はなければ成長しないかもしれません。皆さんが学びたい、信仰で成長したいと思えば、思うほど成長します。皆さん、半年後、1年後、2年後は大変わりですよ。他の放送見ても、5年見ても10年見ても変わらないかもしれません。この放送を見ると半年経つだけでもう大きく成長すると信じます。私も1年後の私と2年後の私とどんどん変わりたいと思います。変わります。日々成長します。アメン。この放送4年見続けています。素晴らしい、素晴らしい。4年、3ヶ月目ですが、心がすっきりしました。わお。
3ヶ月で心がすっきりします。本当に不思議です。本当に変わるのです。神の力で変わるんです。2年半見ています。素晴らしい、素晴らしいですね。2年半、1991年から見てます。そんなに古くまでからやってません。まだ3ヶ月です。アメン。素晴らしい。私もライツベも見てました。ライツベでもやったことがあります。スティッカムでもやってました。ヤフーメッセンジャーでもやってました。この放送を1年間見続けたおかげで心が健やかになりました。皆さん本当に変わるんです。本当に変わります。そして同じことをやってるようですけど、違うんですね。同じことをやってるようですけど、こうだん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 こうやっぱ変化があるんですね。で、御言葉っていうのはですね、深いんですね。御言葉っていうのは深い。だから一回聞いたら、ああ聞いたことがあるじゃダメなんですね。御言葉っていうのは、こう繰り返し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 聞きながら、だん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 こう深く深く理解していくので、だから同じことを聞いてるようですけど、同じことを聞いてるようですけどいいんです。今日も伝道部屋を感謝します。アメン。今日も伝道部屋を感謝します。そういうわけで、ぜひ皆さん、その希望を持ちましょう。1年後の皆さん、2年後の皆さん、3年後の皆さん、4年後の皆さん、5年後の皆さん、大変わりです、大変わりです。そして特に今年から油注ぎがますます強くなる予定です。日本の季節、日本のリバイバル、もっともっと油注ぎが強くなりますから。油注ぎが強くなればなるほど成長します。油注ぎが強くなればなるほど成長します。その終わりの時代というのはですね、その時間が短くなるんですね。時間が短くなる。例えばですね、こう磁石がありますね。でこの磁石がですね、こう引っ張り合います、引っ張り合いますが、これがだんだん近づけば近づくほど、ね、近づけば近づくほどこう磁力が強くなってくるわけですね。でもっと近づくと、もうものすごい力が強くなって、パシャンってこうくっつくわけです。ね、こう遠ければ磁力が小さいんですが、これが近づくとだん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 引っ張る力が強くなって、最後はカチャンってこうなるわけですね。でこれと同じように、今神の国に近いので、神の国に近いので、それであれですね、その私たちは神の国に引っ張られているという感じでしょうか。神の国に引っ張られています。ですからぜひ私たちはますますね、ますますこの、油注ぎが強くなって、そして神の国に、この上からきます。神の国に上からきます。皆さん、そういうわけでますますリバイバルが近いと、それだけ油注ぎは強いのです。上かけば上かくほど油注ぎを受けるのです。期待しましょう、期待しましょう。で、今日のタイトルですが、今日のタイトルはですね、あなたは何か恐れていますね。まあ、恐れということをしょっちゅうまあ話してますが、もう今日もちょっとあえて恐れるということで話したいんですが、サブタイトルが恐れのない生き方を求めましょう。クリスチャンになるというのはですね、恐れがなくなっていくということなんですね。いろんな恐れがありますね。
まあ、ちょっとまた皆さんどんなことを恐れて、大体もうパターンは分かってますが、まあ、あえて聞きましょうね。皆さん何を恐れてますか？信仰コメをやっていきます。アメン。何を恐れていますか？皆さんは何を恐れてますか？将来を恐れている。自国に行くことを恐れている。アメン。天変地異を恐れている。借金を恐れている。お金を恐れている。傷つくのを恐れている。サタンの誘惑を恐れている。地震を恐れている。病気を恐れている。死後を恐れている。いじめを恐れている。がん細胞を恐れている。怖い夢を恐れている。人の視線を恐れている。警察に捕まることを恐れている。信仰を失うことを恐れている。鬱を恐れている。月曜日の朝を恐れる。世間を恐れる。ゴキブリを恐れる。地獄は怖いですね。失明を恐れている。孤独を恐れている。人を恐れている。腰痛を恐れている。はい、わかりました。ありがとうございました。不安を恐れている。負債を恐れている。はい、皆さん、それらの恐れがみんななくなるのです。それらの恐れがなくなるのです。そのような恐れがなくなります。ぜひ皆さん、その恐れがなくなる、そのカメムシを恐れる、そのような恐れがなくなります。じゃちょっとですね、話をちょっと中断しまして、ちょっと証しが1個ありますので、ちょっと証しをちょっと聞いてください。話はその後にまたちょっと。もしもーし。こんばんは。はい、こんばんは。アメラニさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか証があるそうですね。そうなんですよ。いや、お願いします。霊に満たされて、とても今幸せな状態です。霊に満たされて、幸せ。はい。聖霊様に満たされて、幸せ。そうです。わお、素晴らしい。ハレルヤ。洗礼を受けてからだいたい4年半ぐらいになるんですけども。洗礼受けて4年半。はい。はい。今まで聖書にこう書いてあるから、こうしなければいけないとか、イエス様はこう命令してるんだからクリスチャンっていうのは、こうあるべきなんだとか、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないっていう、立法主義的な信仰が心の奥底にあったんですね。それで、はい、聖霊様が降り注いでくれて、いつでもイエス様は、私の胸に飛び込んできなさいって、メッセージ、はい、聖書に書いてあるんですけど、はい、それがなかなか分かんなかったんですよ。ですけど、やっと心が打ち砕かれて、はい、精霊の力っていうのがどういうものなのかっていうのは、初めて分かったんですね。アメン。素晴らしいですね。素晴らしいですね。心打ち砕かれて、これから神様に仕えていこうかなって、わお、わお。なかなか今まで決心できなかったんですが、はい、献身しようと真剣に今考えています。わお、素晴らしいじゃないですか。素晴らしいですね。やっと油注ぎの本当の意味っていうのが分かったんですよ。その油注ぎがこうまた改めてあったのはどういうことがきっかけだったんですか？祈りです。祈ってたら、はい、真剣に祈っていた時に、ある時心の殻がほろっとこう破れたように、精霊様がバーッと降り注いできたんですね。それで涙が止まらなくなって、わ、ついここ2週間ぐらい前の話です。2週間ぐらい前、それでやっと立法主義的な信仰から、精霊の力ってこういうもんなんだって、
今まで自力で信仰をしようとしていたんですけども、うん、自力じゃなくて聖霊様の力を借りて、うん、そこで信仰していかないとダメなんだっていうことがやっと油注ぎが来たことによって、うん、強く理解できたんですね。アメン、アメン。2週間前っていうとあれですか、野原配信第1弾やったぐらいの時、その後ぐらい、その後ぐらいですね。その後ぐらい、はい、あ、素晴らしい。いろいろ精霊派の YouTube の動画とか見てたらビビッときたんですよ、うん、あ、 YouTube でいろいろカリスマ派のいろいろ動画を見てた、倒れたりなんかするところ、倒れたりああいうの見てたら何かをこう感じたということですね。スピレーションが来たんですね。インスピレーションが来た、はい、うーん、わお、すごい、よかったですね。今まではこの世の中の世間体とか、うん、ちょっと気にしていて、うん、霊的にちょっと邪魔していた部分っていうのがあるんですけど、うん、もう今は、うん、もう仕事とか世間体とかっていうのはどうでもよくって、うん、アメン、ただ一つ主イエス・キリストに従っていくことこそが一番人生の醍醐味であると。アメン。もうこの世の中がどうなろうと、うん、もう関係ないのである。アメン。イエス様につき従っていくことこそが、うん、人間の本来の姿であると。素晴らしい、素晴らしい考えてます。うん、素晴らしい。それは本当にすごいですね。よかったですね。神に仕えるっていうのがどういうことなのかっていうのはよく分かんなかったんですね、うん、今、うん、やっと分かってきて、うん、素晴らしいですね。献身を真剣に考えています。わお、わお、ねえ。ですけど、はい、具体的にアクションを起こすとなると、うん、新学校のホームページとかいろいろ見てみたんですけど、カリスマ派の新学校ないんですよ、日本に。ありますよ、ありますけどね、2000年の後ぐらいにたくさんできたんですよ、新しいのがね。はい。でもね、なんかみんなこう潰れちゃったみたいなとこがあって、まあ、前からあるカリスマの新学校もいくつかあるにはあるんですけども、はい、まあ、また紹介しますよ。よろしくお願いします。はい、はい。でも進学校を通う時間がもったいないなと思って、まあ、もうすぐにでも伝道したいっていう、そういう気分なんですよ。まあ、この放送を聞いてたらもう勉強みたいなもんじゃないですかね。そうですね、うん、教室みたいなもんです。もうリスナーさんがみんな進学生というふうに考えてますね。リスナーさんがみんな進学生ですね。もうみんなイエス様のためにもう働くというか、使えるというか、もうリバイバルの、ね、リバイバルの働き手として放送してますよ。福音総動員命令ですよ。そうそうそう、そう、福音総動員かな、うん、そんなのありますね。せっかく油注がれて、はい、熱くなっている今、はい、何かをせざる追えないというか、うん、何か行動を起こして、うん、神様のために働きたいと。いいですね、いいですね。そう考えてるんですよ今。はい、ぜひぜひ。熱く燃えてます。はい。そしてね、一人でやるっていうのは大変なのでですね、はい、兄弟姉妹とチームワークでやることをお勧めしますね。一緒に学んで、一緒にミニストリーをして、一緒に歩むときに励まし合うことができますね。はい。で、一人だとね、やっぱり弱った時に弱いんですよ、弱った時にね。はい。で、やっぱりこうチームでやるとこう本当に楽しく助け合いながらできますので。幸い自宅が町田から近いので、はい、はい、LTL の交わりとかに積極的に参加して。そうですね、そうですね。それでどんどん実力をつけて、はい、そうですね、立派に伝道できるように、はい、
自力じゃなくて聖霊様の力を借りながら、そうなんです、そうなんですね、伝道していきたいなと考えてます。アメン、アメン。私の証は以上です。ああ、素晴らしい証ですよ。はい、あの本当にもう驚くべきね、メラニーさんの大きな変化ですね。機会があったらまたコミジャックさせてください。はい、いいですよ、いいですよ。あの期待を裏切ることはまずないと思います。そうですか、じゃあ今度していただきましょう。はい、わかりました。じゃあ今度はあのコミジャックお願いします。はい、はい、明日の学び会おそらく参加できると思います、ね、あ、そうですか、お会いできるかと思います。はい、あのリアルの方にいらっしゃいますか。リアルに。あ、じゃあ、 あのお待ちしてますので。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。素晴らしい証。失礼します、はい、シャローン、シャローン。いやー、素晴らしい証ですね。もうびっくり、もうあのメラニーさんがというか皆さん、あのメラニーさんが献身をしてですね、もうイエス様のためにですね、もう、生きるという、すごいですよね、皆さんね。もう本当に、あの、皆さんも祈ってあげてください。本当に、神様は人の心を変えます。神様は本当に人をですね、こう、神の子として成長させてくださいます。皆さん、メラニーさんの後を継いで、皆さんも献身しましょう。ね。皆さんもイエス様を信じている人たちは献身をしてイエス様に仕えましょう。イエス様のために働くのです。福音のために働くのです。多くの人がもう、滅ぼうとしているのです。皆さんがですね、この、皆さんがこの本当に、その献身するときにですね、素晴らしいことが起きるのです。ぜひ皆さん、一緒に一緒に、その、イエス様に仕えていく、ぜひそういう方がどんどん増えていますね。もう本当に、大さんもそれから、和の子さんも、献身したいと、言っています。献身する人が増えてきていますね。ぜひ皆さんもですね、献身してください。イエス様を信じるということは献身することなんですね。イエス様を信じるということはイエス様の弟子になることです。ぜひ皆さん、皆さんそのようなあの器になってほしいと思います。じゃ あ, あのさっきの続きをしましょうね。恐れということなんですが、皆さんがいろいろ恐れているね。献身すると恐れがなくなってきますね。献身すると恐れがなくなってきます。献身というのはある意味では命を捨てるという感じですけど、よくあの死ぬ気でやればどうのこうのって言うじゃないですか。死ぬ気でやれば、死ぬ気でやれば怖くない、死ぬ気であれば恐れがなくなります。ぜひですね、その、皆さんが本当にこうイエス様のために献身するときに恐れがなくなってきます。恐れとは何でしょうか。恐れというのは、罪から来る刑罰ですね。罪から来る刑罰、神様に対して正しくない、神様に対して正しくないと恐れがあります。あの皆さんが小さいときですね、なんかこう悪いことをすると、なんかこう、お父さんお母さんを恐れたりしませんか？私覚えてるんですよ。私ね、あの、小学校の時ですね、小学校の時に、応接間の花瓶を割っちゃったことがあるんですね。どうしようどうしようどうしよう。ね。まあ、父は知らんで DV ですから、父に分かっちゃったら、きっと、撃たれると思ってですね、すごい恐れたのを覚えてますね。まあそれを隠し通したのか、それとも割っちゃったって言ったのかもう覚えてないんですが、もう50年以上昔の話なので、50年以上昔の話なので覚えてないんですが、その怖かったことは覚えてますね。この花瓶を割ってですね、怒られるんじゃないかなとかね、そういう
だからなんか悪いことをすると恐れるってなりますね。ですから皆さん、その恐れっていうのは神様に対して、恐れてるということなんでしょうかね。そしてその悪いことしたことを悪魔につつかれるみたいな、ね、お前悪いことしただろお前そんな悪いことしただろうってね、悪魔につつかれて告発者、悪魔は告発者と言いますが、その悪魔にその、欠点をつつかれるような、罪をつつかれるような、だからその本来恐れというのは、その神様に対して、悪いことをすることが恐れということなんですが、イエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じるとですね、罪が全部許されるんです。これ本当なんですね。イエス・キリストを信じると、十字架によってね、この十字架によって、この十字架はイエス様が私たちの罪を許すために、代わりに刑罰を受けてくれたんです。つまり十字架によってイエス様が罰せられたんですが、それは私たちの罪の罰なんですね。皆さんの罪の罰がその十字架によって罰せられてるんです。本当なんですよ、本当。だからそれを皆さんが信じなきゃいけないね。皆さんの神様に対する罪が全部もう生まれる前も罪があるんです、とにかく全ての罪、未来の罪、過去の罪、未来の罪、全部、今の罪も全部十字架によって罰せられたのが十字架です。ということはどういうことかというと、ということは私たちは罰せられないということです。罪が許されたということは、いいですか、罪が許されたということはもう罰を受けないということです。私たちの中に神様が来てくれてね、私たちはもう罰を受けないということですね。そうすると罰を受けないということは恐れなくていいということなんですね。全く愛は、恐れを締め出すとありましたね。ですから皆さん、大事なのはそのイエス・キリストを信じるというのは恐れがなくなるということです。多くの人はさっきはね、借金に恐れて、人の目を恐れて、それから何でしたっけ、ゴキブリに恐れて、親に恐れて、仕事に恐れて、いろんな恐れがあるけれども、結局のとこ皆さんは自分の罪で恐れてるんです。自分の罪で恐れてるということは、皆さんイエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じて、油注ぎを受けなきゃいけないんですけど、油注ぎを受けると、さっきのメラニさんのようにですね、メラニさんも油注ぎを受けました。油注ぎを受けると恐れがなくなるんです。恐れがなくなる、イエス様の愛で満たされると恐れがなくなるんです。本当です、これ本当。つまり皆さん、人生の問題は恐れだということですね。その恐れ、サタンが落としてきますね。サタンが落としてきます。会社でもパワハラで落としてきます。学校でもいじめで落としてきます。もう世の中は恐れ社会ですね、脅し社会。日本は脅し社会で、脅し会社、脅し学校、もう脅し合っているという。皆さんもネットで脅してるでしょう。悪コメは脅しですよ、皆さん。悪コメは脅しです。要するに、もう、脅し社会ですね。この世の中は脅し牧師自国っていうのは脅してるんじゃないですね。あれは警告ですね。自国行っちゃいけないよという愛で言ってるわけで、脅しではないんです。それで世の中は脅し社会なんです。しかし、イエス・キリストを信じるっていうのは脅しがなくなるんです。恐れがなくなる。罪が許されるということは、恐れがなくなるんです。皆さん、神様が私たちの中にいるんですから、何を恐れるんですか。神様がいないから恐れるわけです。神様がいると恐れないんです。ね、
これが恐れのない人生、恐れのない心、それは神様と共に歩むこと、神様に従って歩むならば恐れがないんです。それは最高なんです。もう皆さん、恐れない人生って素晴らしいんですよ。皆さん経験してる人もいるかもしれませんがね、恐れのない、恐れのない人生は最高です。せっかく皆さんね、この生きているんですから、恐れのない生き方しませんか。そのためには罪が許されなければなりません。そのためにはイエス様を信じなければなりません。イエス様を信じるときに、恐れのない、生活になります。御言葉を一つ読みます。ヨハネ14の27、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません。恐れてはなりません。恐れなくていいよということですね。心を騒がさなくていいよ。恐れてはなりません。イエス様はね、おっしゃいました。恐れなくていいよ。恐れなくていいんだ。私を信じるならば、私に従うならば、恐れなくていいんだということです。もう皆さん、恐れないでください。人の目を恐れないでください。借金を恐れないでください。将来を恐れないでください。もうね、何も恐れなくていいんだです。何も恐れなくていいんです。病気も恐れなくていいんです。死ぬことさえも恐れなくていいんです。もう恐れるものは何もないのです。何も恐れなくていいんです。神様が一緒にいますから、ね、イエス様が一緒にいれば地獄にも落ちないのです。地獄に落ちないんですから、ね、永遠の命があるんですから、何も恐れなくていいんです。今犬の前足を踏んでしまい恐れてしまいました。恐れなくていいんです、ね、恐れなくていいんです。犬の前足を踏んでも恐れなくていいんです。ゴキブリを踏んでも恐れなくていいんです。もうね、何も恐れなくていいんです。さっき皆さんね、何々を恐れるというのありましたけど、恐れなくていいんです。アメン。その代わりイエス様を信じなくちゃダメですよ。イエス様を信じないと、恐れがなくなりません。罪が許されてないからね。でもイエス様を信じて油注ぎが来れば、なんかメラニーさん、なんか恐れてない感じだったでしょ。なんかすごく力強くて元気で、イエス様に献身する、ね、全然恐れのない言い方ですよね。普通ね、こう献身っていうのは勇気いりますから、なかなかね、どうやって食べていくんだろう、どうやって、ね、生活するんだろうって恐れるわけです。でも油吸いがあるとですね、もうそんな恐れないわけですね。もうイエス様いるから大丈夫なんだ、イエス様がいるから大丈夫、恐れないわけです。はい、皆さん、恐れのない人生になってほしいと思います。恐れのない人生になってほしいと思います。皆さんもその恐れがなくなった方もいると思いますので、じゃあ明石タイム行きましょう。イエス様を信じたら、恐れがなくなった証、不安がなくなった証、恐れがなくなった証スタート。心が強くなった、心配しなくなった証スタート。イエス様を信じると明日を思い煩わなくなりました。死ぬことに恐怖を感じなくなりました。アメン。サタンへの恐れをイエス様が振り払ってくださいました。イエス様がついてるから怖くないです。本当に穏やかになりました。将来が怖くなくなった。仕事が
少しずつイエス様を祈っています。心が軽くなり力が湧いてきた。外に出るのが怖くなくなりました。弱くてもいいんだと思った。アメン。この配信を見て天国に行ってみたくなった。イエス様の救いを信じきりたいです。ニートでも明日の心配をしなくなりました。キムガヨを強要されても歌わないことにします。笑われてもいいやと思った。アメン。天国って素敵だと思う。イエス様と生まれた時から共にいます。少しずつ恐れが取れてきました。アメン。アメン。明日の心配は明日がするというキューちゃんの言葉を思い出しました。聖書の言葉ですね。気持ち悪い顔をして走ってましたが、もう気にしません。悪と戦うことが私の使命だと知りました。この放送を見ていることを周りに伝える勇気がもらえました。キューちゃんがお父さんと和解した話、感動したよ。ありがとうございます。神様のおかげで孤独を恐れなくなりました。放送を見るたびに涙が溢れ出てきます。恐れから逃げないようになってきた。病気も癒していただけると信じます。生きる勇気が出てきました。恐れる前は、信じる前は恐れでいっぱいでした。信じる者は救われるという言葉の真の意味が分かった。この放送で中絶の過去を消去することができました。許されます。許されます。自分は弱いものだと確信しました。信じることによって病気も治ることが分かりました。LTL の素晴らしさに家族8人救われた思いです。アメン。早くリバイバルが待ち遠しいです。信じることから始めようと思いました。信仰はどの薬にも勝る最高の特効薬だと思います。アメン。救牧師の話によって正しい方向に導かれます。主の御心に近づきたいです。最初はこの放送怖かったけど、
今は毎日見ています。イエス様に会って強められたいです。信仰のおかげで自分の愚かさを知りました。信仰のない人生なんてご飯のない朝食と同じです。韓国に行きたくなりました。イエス様を知ってからインターネットの素晴らしさを知りました。教会に行ったことがないのですが、見学してもいいですか？はい、来てください。安倍首相は靖国神社に行かない方がいいと思いました。信仰のない人生とはゴールのないマラソンのように苦しい。苦しい時はイエス様の名を叫び続けてます。アメン。それはいいことです。靖国参拝絶対人生をマラソンに例えるとどんな感じですか？ゴールにまっしぐらという感じですね。ゴールにまっしぐら。インターネット伝道は在家でも気軽に信仰を勉強できます。アメン。ゴールは天国です、ね、ゴールは天国です。この放送でイエス様を知ってから不倫をやめる希望ができました。アメン。教会で涙がこぼれました。どうしたら天国に行けますか？イエス・キリストを信じてクリスチャンになることです。元オウムですがカリスマに転向して心の平安を得ました。アメン。アメン。はい、ありがとうございました。お菓子、証ありがとうございます。アメン。どうしたらコミュ障が治りますか？はい、イエス様を信じてください。コミュ障が治ります。コミュ障が治ります。この放送を見るために毎日残業しないで帰ってきています。アメン。はい、ありがとうございました。アメン。アメン。イエス様、今日もありがとうございました。私はイエス様としか会話してないんですが、大丈夫です。イエス様と会話すればコミッションを治ってきます。祈っただけで日本は幸せになりますか？はい、神の力が日本を幸せにします。お祈りをして落ち着くことができた。アメン。イエス様、イエス様、あなたが救い主です。アメン。神になりたいです。いや、神にはなれません。
しかし神の子にはなれます。警察を信じるよりイエス様を信じる方が根本的な解決。そうです、イエス様を信じることが根本的な解決です。はい、ありがとうございました。イエス様を信じてから人生が最高です。私もそうです、イエス様を信じてから人生が最高です。アメン。自分の心の在り方が問題なんだと気づきました。その通りです、その通りです。ファイナルメッセージをします。イエス様を信じてから愛を知れました。神様は愛ですから、愛を知るということは神を知るということですね。神の愛を知るということは神様を知ることです。最も恐るべきものは神様だけだと思いました。その通りです、その通りです。はい、それではファイナルメッセージですね。多くの人は、恐れていますね。統合失調症の人も、結局は、この恐れからなるという話をしました。で、うつも、ある意味では恐れからなるのではないでしょうか。精神的な病気、それは恐れからなるのではないでしょうか。人の目を恐れる、自分の、罪が、その罪を自分で責めて恐れる、将来が不安で恐れる。で、悪霊が働くとその恐れを助長されます。そのこうね、まあ世の中もそうですね。世の中もこう不安を煽るというか、リスナーの方もですね、生主を煽ってですね、その生主を不安にさせて、いろいろリスナーのしてほしいことをこうさせるという、そういうありますよね。世の中は、その人を恐れさせてコントロールするという悪魔の手口で、多くの人は、人をコントロールしています。それはいいことじゃないですよ、もちろん、ね、クリスチャンは人を脅しません。脅してはいけないんです。人を脅すんじゃなくて人を励ますんですね。人を脅すというのはまさにそのサタンの心ですね。私たちは人を励まさなければなりません。世の中は、脅し社会ですが、教会は、恐れのないところ、自由なところ。教会に来ると脅されることが基本的にはないです。もちろん完全じゃないです、完全じゃないですけど、教会というところは脅されない、ね、責められない。だから教会は居心地がいいんですね。なぜ教会が居心地がいいかというと、怒られない、強制されない、ね、責められない、神の国ですから。神の国というのは恐れのないところですね。地獄は恐れだらけですね。地獄は恐れだらけですが、教会は、神の国です。教会には、恐れがありません。教会には恐れがありません、ですから皆さん、この世の中は脅し社会ですが、教会が皆さんの居場所になってください。教会が皆さんの居場所、ね、それが本当の居場所。私たちの居場所は恐れのないところ、脅しのないところ、そこが私たちの居場所になるべきではないでしょうか。ぜひ皆さん、恐れのないところ、ね、脅しのないところ、それがいいと思います。アメン。それではですね、ファイナルメッセージですが、やっぱり人生ですね、この恐れがあると、その本当に楽しくないです。不眠症も結局は恐れで不眠症になるんじゃないかなと思うんですがね。私はあまりよくわからないんですが、その
恐れが原因で不眠症になると思うんですけど、いかがでしょうかね。そしてあの世の中はすごくこうね、ストレスが多い、プレッシャーが多いので、そういうだん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 このね恐れが増えてくるじゃないでしょうか。全く愛は恐れを締め出す場合見言葉、特に会社とか学校というのは何かですね、こうプレッシャーをかけて、プレッシャープレッシャープレッシャー、ストレスストレスストレスで、なんか本当に楽しいところじゃないですね。会社も学校もあの不自然なんですね。本来の会社ではない、本来の学校ではない。特に日本の会社とか学校はちょっとおかしいですね、異常ですね。もう何かこう苦しむための場所みたいなね、苦しむための場所みたいになってるんではないでしょうか。ですから皆さん、クリスチャンが増えれば、クリスチャンが増えれば日本の社会も良くなるんではないでしょうか。ぜひ皆さんが、クリスチャンになって、人を脅さない人間になって、世の中を、ね、良くしませんか。世の中に、脅しのない世の中、恐れのない世の中に、しませんか。イエス様がおっしゃいました、明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。何を食べようか、何を、飲もうか、何を着ようか、思い煩ってはならない。教会も油をなくすと息が詰まってきます。そうなんですね、カリスマ派だと油注ぎがあるので平安になります。ところが油注ぎがなくなってきた教会だと立法主義になって、さっきメラニーさんが立法主義って言ってましたよね。でクリスチャンも教会も立法主義になってしまうと、ちょっとプレッシャーになってくるんですね。この平安がなくなってきます、恐れが出てきます。ですから教会もクリスチャンも油注ぎのある教会、油注ぎのあるクリスチャンでなければなりませんね。学校のようになってしまいます。そうですね、皆さん、神の国とその義を求めれば明日の心配は無用だと書かれています。皆さん、もう何も恐れないようにしましょう。さっき皆さんが書いたこれこれに、恐れるというのがありましたね。一番最初、もう皆さんそういうものを恐れないようになりましょう。油のある教会に行ってくださいね。アメン。なんかリーフさん信仰込め多いですね。あのリーフさんももしかしたらあのリバイバル起きてるんでしょうか。リーフさんもあれですか、燃えてますか今。すごくこう信仰込め的になりましたね。恐れがなくなったんじゃないでしょうか。なんか音楽マーク音符マークが出てるじゃないですか。もうリュウさんもあれですね、恐れがない信仰になりましたか。素晴らしい、素晴らしいですね。はい、皆さん、もう恐れる生活やめましょう。恐れる人生やめましょう。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、心配するのはやめましょう。もう何も恐れるのやめましょう。人の目を恐れるのやめましょう。借金を恐れるのやめましょう。病気を恐れるのやめましょう。将来を恐れるのやめましょう。失業を恐れるのやめましょう。何も恐れなくていいのです。何も恐れなくていいのです。イエス様が一緒にいるんですから。イエス様が一緒にいるんですから。イエス様だけに頼って、恐れのない生き方をしましょう。恐れのない生き方をしましょう。私たちは死んでも天国に行くのです。さっきまでエンパワード動画を見てまた燃やされました。あ、そうそう、エンパワードの録画を見ることができます。ちょっと皆さん貼りますのでね。このエンパワードをの録画、ここでいくつか見れますので、エンパワード1個だけじゃなくてたくさん見れますので、ここでちょっと見てください。それからある方がですね、あの証のページを送ってくれましたので、これも皆さんに紹介しますので、お時間があるときこれを見てくださいね。これをちょっと見てくださいね。
はい、いいですね。皆さんがもっと燃えてきました。メラニさんが燃えてきました。リュウさんが燃えてきましたね。もう本当に信仰で燃えてくる人が増えてきています。皆さんも献身しましょう。皆さんも献身してもう何も恐れないで歩みましょう。もう心配しなくていいんだ、ね、明日の心配は無用だ。明日の心配は無用だ。恐れないで歩みましょう。今皆さんが何か問題で恐れたらもう私は恐れない、ね、ちょっと皆さん一緒に言いましょう。私はもう恐れない。大きな声で言ってください、ね、私はもう恐れない。言いましたか。私はもう恐れない。私はもう恐れない。アメンアメン。素晴らしい、素晴らしいね、イエス様がいるからもう恐れない。イエス様が一緒にいるんだ。何も怖くない、何も怖くない、ぜひ皆さん恐れのない、人生を始めましょう。恐れのない人生を始めましょう。それではですね、イエス様に献身して、あ、リュウさん、私はもう恐れない。イエス様に、と思う、と思う、イエス様に献身して、恐れのない人生を送ろうと決心したい人、アメン。イエス様を信じて、恐れを取ってもらいたい人、アメン。イエス様がいるからもう恐れないと、ね、そのように思う方、アメン、アメン。素晴らしい、アメン、アメン。素晴らしいですね、アメン。天の父様、多くの人は恐れています。多くの人は恐れの人生で恐れています。いろんなことで恐れています。恐れがあれば楽しくありません。恐れがあれば苦しいです。不眠症の人もいます。うつになります。統合失調症になります。イエス様、恐れを取ってください。恐れの霊を、取ってください。恐れを取ってください。平安がありますように。御霊のあるところに平安があります。御霊のあるところに平安があります。油注ぎによって平安になりますように。リスナーの方々の心に平安を与えてください。本当の平安、天国の平安。罪が許されました。十字架によって罪が許され、イエス様によって罪が許されたので刑罰はありません。罪が許されたので刑罰がありません。地獄に行きません。だから平安です。だから恐れません。イエスキリストを信じる信仰によって恐れません。神様に許されました。もう裁きはありません。裁きがないので、裁きがないので恐れません。神様に認められ、神様に愛されているので恐れません。神の愛を信じます。神の愛を信じます。もう恐れません。神と共に歩みますから、神様が私たちの心の中に来てくださいますから、もう恐れません。恐れません。喜びます。喜びます。リスナーの方々が喜びの人生となりますように。喜びにあふれる心となりますように。イエス様、どうぞ恐れを取ってください。恐れを取ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン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 。ハレルヤー、アメン。はい、恐れなくなったと思いますね。明日はですね、木曜日なので朝がありません。で、夜はですね、7時ですね。明日の夜は7時です。で、朝はありません。はい。あ、そしてね、明日クリスチャンの夫婦が来るっていうことを言ってたんですけど、実はちょっとキャンセルになりました。で、明日はクリスチャンの夫婦の歌はちょっと聞けません。申し訳ありません。それじゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。シャローンシャローンシャローン。おやすみなさい。おやすみなさい。アメンアメン。Amen.